か気になった質問あった？子供の頃の夢は何でしたか？おお、タムさん何でした？タムはバレエの先生へーだった。3歳からバレエやってて、バレエしかしてなかったから、バレエしかする、なんかバレリーナになる夢しか持ってなかったです。だから綺麗なんだ、つま先。そうブリアマスターの時とかつま先伸びちゃうんだよね。綺麗だなって思ってました。なるほど。でもウナもずっとダンスやってた。そうですね、ずっと、はい、ダンスやってたんですけど、私子供の頃はずっと恐竜になりたくて、うん、恐竜？はい、ずっとうんって恐竜になりたくて、なんか強いじゃないですか。うう強いね。強いし、うん、すごい水泳げるやつもいるし、空も飛べるってもすごいじゃないですか、うん、最強すぎるから恐竜になりたかったんですけど、うん、でも今結果プロレスラーになったんで、あ、ここ割と恐竜目だね。そうです、恐竜目、恐竜目に慣れてるね。確かに恐竜目にはなりました。恐竜っぽいもんね、なんか生まれたての恐竜って感じ。いつもなんかあんま良くなくないですか、それ。すごくいいと思う。生まれたての、それがあなたの良さだと思う。じゃあ生まれたての恐竜バリに頑張ります。うん、次からコールは生まれたての恐竜にしてもらう。歌舞伎もの生まれたての恐竜、うなぎさよーかー。